おはようございます。FX オリガルヒをご覧いただいて、えー、メールをいただきましたね。うん。で、最近のことなんですけども、口先介入では、やっぱりね、もう一回145円水準に戻ってきちゃったんで、実際の介入をするんではないかなっていうふうな、その仕込みがですね、えー、今、レートチェックっていう形で、あのそれぞれの投資家さんの方に来てるわけなんですよ。まあ、私なんて当然来ませんけどね。で、そういうことを考えると、 二つやっぱり考えが上るんですよこのレートチェックをするっていう牽制そのものが投資家さんにちょっと頭を冷やさせるようなね介入が来るかもしれないってい形で資金を入れさせないための、まあ、一つのね布石なのかなと思っちゃいますしもう一つは本当に介入するつもりでこういうことをやってるのかなってことなんですよ、まあ、つまり神の溝知るではないですけども人の溝知,知るってやつですかうん細かく考えると読みようがないかなと思いますけどもでも 読んじゃいますよね。いただいたメッセージなんですけども、9月末の中間決算に備えて、えー、16日金曜日の株式市場が引けた後の、うん、確かにね、17、18、19と3連休になりますからね。うんこれもね、いい読みだと思いますけども、うん、そう22日の夜とかね、こういうふうな祝日を絡めてくるのはあるかなと思いますけども、まあ、私たちから見るとそうなんでしょうけども、これはね、あのー、 ドル円に関しては、ドル市場の方もやっぱり見ていかなくちゃいけないと思うんですよ。つまり、アメリカはどういうふうな都合で動いてるかなと。勝手な介入をして、アメリカの方がね、風邪を吹いちゃいけないので怒られちゃいますから。だから、アメリカの金融当局とも、FRB などとも、すり合わせると思うんですよ。で、協調介入っていうのが昔ありました。オバマ政権時代だったと思います。で、日本では民主党政権。なんかね、両方が同時に市場に介入して、一気にこうね、 ドル円の動きを変えていこうっていうので、当時はなんか74円とか82円とかあんな感じの1ドルあたりですよ。1ドル80円とか77円とかあったわけなんですよね。そうなるとさすがに100円水準まで戻すために、いろいろやっていかなくちゃいけないってこともあったのかなと。まあ、当時は民主党政権が全然わかってなかったんで、本当に政治とか金融の素人ばっかり集まってね、めちゃくちゃにしてしまったんですよね。だから今よりかなりひどいと。だから民主党時代と比べると、今本当にね、 まともになってきたなと思いますけどもそれでもまあ今の政策にもいろいろとね言いたいことは皆さんあると思います私も当然ありますただまあ本当にあの頑張ってくれてる部分とか全体をまとめてくれてる部分もあるなっていうのも冷静にぜぜひひで見れるとまあこんなもんかなっていうところはあるんですよねでもその中でもねこの円安の加速ってのは国際環境上しょうがないんですけどもでもちょっともうちょっとね 対策を打ってもらいたいたなと思うんですね例えば個人的なことを言えば財政出動がちょっと少なすぎたかなと国民一律給付10万円1回ポッキーですからやっぱり減税をね限定的に1年間とか2年間やるとかっていうのもあってもいいと思いますし、えー、社会保障費を滞納を認めるんじゃなくてもう完全に1年間は免除とかね、うん、あんな感じでねほんと大なたを振るわないと何がしかの副作用が来るかなっていうので。 まあ関連付きはなかなか難しいんですけども今の円安状況っていうのはやっぱりこうそこと無関係ではないのかなと思っちゃいますけどねまあ分かりませんけどもねこれはいろんな考え方があるけども結局一理あるでも一理以上はないみたいなことばっかりですから <laughs> 100理あっても一理なしみたいなねそんなこともあるかもしれませんけどまあでもねこれがねあのー、相場をやる面白さなんですよで 今日からなんですけども一定の警戒をしななくてはなりませんあの他の投資家さんもそうですけども資金が入れられないんですよ。でやっぱこう経験を積み重ねていけば積み重ねていこうとこういう時に入るべきではないっていうふうに感じますのであの FX でね毎日稼ぎたいって思ってる人には非常に不損だと思いますけどもでも手の出しようがない時は手を出さない方がいいですよ。やっぱりこう嵐に向かってね船を出す人っていないわけですからそういう時は。 おとなしく陸地で嵐が収まるのを待つしかないです嵐を人工的に収める方法っていうのはないですからねうん今はだから大荒れですから金融市場はですんで少なくとも今週はおとなしくしてるしかないかなとだから FX って結構ね年間200日の営業日があるって言っても使えない日って結構あるんですよだから本当にロットの勝負になってきます究極はあの少ないチャンスをロットで生かしていくって感じです だから資金も貯めないといけないしそれに対応した精神力もいるしで根底にあるのはトレードの技術なんですよトレードの技術があっても投入できる資金とかロスカットに頼る精神力がなければ実力があっても稼げないっていうね最も哀れなポジションになっちゃいますからね、はい、今後も FX の相場解説分かりやすい解説とあとやってはいけない時っていうかねやるべきでない時にははっきりと私はこれはもう3日間手が出せませんと今までと同じように。 ある時なんていうのは2週間できませんみたいな時もありましたからねさすがに1ヶ月まるまるどうにもできませんっていうことはなかったと思いますけども大体こう収束してもっとおりなのに早くても3日とか通常で1週間長い時は2週間とかかかるのかなと思います今まで一番私がねこれは戻りにくいなって感じたのがやっぱりロシアによるウクライナ侵攻ですねあそこまでショッキングな出来事があるとまあ2週間は見ないといけないかなと思います実際は2週間半で あのテクニカルが生きるようになってきましたけどもねそんな時って必ずありますそして戦争状態ですら2週間半なんで3日ぐらいはねよく起きることだと思って覚悟した方がいいかなと FX の世界の住民としては思いますそれではこれからもよろしくお願いします